すが海の町だ。海の幸がたくさん。カタルアクタ君は、店先に並んでたら困る。お嬢ちゃん、どう？取れたてのハマグリだよ。うわあ、うまそう。一ついただこうかな。バイバリ。って、干し肉？干したてだからうまいよ。お嬢ちゃん、お金は持ってないのかい？金、これでいいの？前田り、ところで、今日はお祭りかい？お祭り？その耳、何かの仮装なんだろ？よくできてんな。本物なんだけどな。まあいっか。おしと、今の聞こえたか？うん、なんだろう、この音。声？泣いてるみたい。あっちからだ。まさか、カタルアクタか？かもね。音のする方に行ってみよう。の誇りとともに。まだまだだな。
違いない、あの島からだ。あから待ってて、泳いで行ってくる。オーシト、無茶言うな。ほら、小舟の乗り場がある。そこから行こう。それもそっか。何があるかわからないから、体力は温存しとかないとね。され。誰？海の森人アルピオネ、島には近づかせん。貴様何者だ？妙な匂いがする。まるで獣のような。へえ、いい話してるね。まあいい、何者だろうとここは通さんぞ。厄介な奴が出てきたな。どうする？ここで引くわけにもいかないし。仕方ない、消しかけるよ。私の獲物だ。アカラ、ごめんね。こっちこっち。ほよ。アカラ、いただき。さきさき。アカラ、どうして？飯にしよう、飯。ごめんね、お姉さん。私にも引けない事情があるんだ。よし、島へ向かおう。オシト、君の声だったんだね。巨大な骨、こいつは何の骨だ？海風が吹き込んで笛みたくなってたのか。悲しい音。それはカタルアクタだ。これがカタルアクタ君？で、あれ？もう起きたの？私の腕も錆びたもんだ。ガキにやられちまうとは。だが、残念だったな。もう何も残ってはいないぞ。鱗もヒゲも、鍵爪も。
私はそんなものいらないよ。何？私は故郷のトド母からカタルアクタ君を迎えに来たんだ。災いが近いんだって。でももう死んじゃってるんなら仕方ない。カタルアクタ君は諦めるよ。行こう、アカラ。待て。カタルアクタはかつてこの海の守り神だった。長い時が過ぎ、町のものは忘れてしまったがな。お前に見せたいものがある。見せたいもの？この洞窟の奥まで来い。そこで待っている。うん、わかった、アルピオネさん。私の獲物だ。行くぞ。ダメだ。行きますか。かかってきな。こっからだ。やってやるぜ。頼んだぜ。あんちゃん、ここからだ。せっ、およよいしょー。マッカフスス、マッカフス、やれやれ。ほら、デメバス、おめえ、おいおい、生活に必要なぜか食べてみよう。私、どうだ、おぉ、ほよ、え、まずいですね。どうですか。せっ、世辞はいい、剣が錆びる。さて、どうですか。任された。
そこに座りな。腹は減っていないか？食え、怒り王だ。なにこれ、すごいうまい。命ってやつはうまいものだ。生き物は皆命を食らう。生きるために。だが人間は醜い。私欲のために他を殺める。カタルアクタ君は人間に殺されたの？あの時カタルアクタは大波から町を守り弱っていた。そこへ現れたのだ、黒の狩人が。そのたった一人の狩人にカタルアクタは殺されたのだ。私の一族が守ろうとしたが、生き残ったのは私だけ。狩人は命だけを奪い去っていった。守り神の亡骸には欲をかいた人間が群がった。そして全てを奪ったのだ、骨になるまで。何のために？カタルアクタの鱗やヒゲにはどんな宝石より根がついた。金のためさ。
私は肉がいい。アルピオネさん、もう一本食っていい？もう食ってるだろ。アカラも食べなよ。お前は変わり者だな。不思議だ。まるで獣と話しているかのようだ。獣人って言うんだよ。獣人？聞いたことがあるの。世界のどこかに獣と人が混じった種族がいると。お前がそうだったのか。初めて見たぞ。なんとも奇妙な手触りだな。くすぐったいよ、お姉さん。まあ、人とか獣とか私は別に気にしないんだけどね。それよりこれ、もう一本食っていい？お前になら託してもいいかもしれない。ん？何を？あれだ。タルアクタが今はの際に残したものだ。私が預かりずっと守ってきた。一向に帰らなかったが、この時を待っていたのだろう。お前が温めてやってくれないか。カタルアクタは死を悟り、子に託したのだ。お前の故郷を救うという使命を。連れて行くといい。故郷の災いとやらに備え。
しょう。何を言う、カタルアクタの子だ、力になる。ボシュタ、お前が決めろ。これは主の判断に従うだけだ。君はどうしたい？危険な旅だよ。それでもついてくる？覚悟してるんだね。じゃあ一緒に行こっか。そいつの名は決めたのか？うん、アクタ。ミュウミュウ。気に入ったようだ。良い主に恵まれたな。安心してね、ちゃんと育てるから。ずっと守ってくれてありがとう。私もようやく肩の荷を下ろせる。アルピオネさん、潮風が染みただけだ。そいつをどうか頼んだぞ。幸運を祈る。また会いに来るよ。全部終わったら。Thank you.
荒野は広いな。どこにいるんだろう。あの壁画、大雑把すぎるよ。匂いがない。お前の鼻でもダメか。お前は遠く離れた森から晩飯を嗅ぎ当てた。獣である俺の面目はない。でもアカラは賢いじゃん。来たぞ、獣の勘が。もしかするとテラ君が近いのかも。この町を調べるか。よし、やるか。何をしてる。腹が減っちゃ狩りはできない。五感が鈍るからね。あら、お嬢さん、そこに一緒にいるのはナオミ？珍しいわね。触っても大丈夫？ほら、アカラ、おとなしくして。人間は何をしてくるかわからん。大丈夫だよ、敵意の匂いはしないでしょ。俺は花より経験を信じる。友達できないよ、アカラ。いらんな、主がいればいい。お座り、アカラ。驚かせてごめん。干し肉あげるよ。ありがとう。うまい。まあ、そのお尻のふわふわかわいい。それも珍しいわね、ウサギの毛皮。これは私の尻尾だよ。おかしな子ね。ねえねえ、そんなことよりテラ君って知ってる？テラ？どうしたの？うわ！まただわ。
お嬢さん、よく立っていられたわね。うん、でも今の揺れ何だったの？お主、寺と言ったな。町長。おじいさん、寺くんを知ってるの？いかにも、やつはこの地に眠っておる。眠りを妨げ、怒りを買うと大地が揺れるんじゃ。先の地震もそれじゃろう。まったく、誰が騒ぎおったのだ。テラ君って谷にいるの？私、テラ君を迎えに来たんだ。なんと！連れてってくれない？テラ君のとこまで。あ、いたたたたた！すまん、案内できなそうじゃ。オーシュト。うん、嘘の匂いだ。まあしょうがない、それだけテラ君が怖いんだろうね。誰か他に案内してくれそうな人を探すとするか。ペコペコだ。ねえ君、テラ君を知ってる？テラ？ああ、もちろんだよ。ブルブル震えないんだね、他の人みたいに。腹ペコでそれどころじゃないんだ。ねえ、君って狩人？僕のお願いを聞いてよ。ん？なんだい？僕は猛烈にバタービープが食べたいんだ。この近くにいるんだけど、腹ペコで動けなくて。そこでバタービープを君が飼ってくれない？できれば香ばしい干し肉になったら最高だな。バタービープは干すと旨味が増すんだよ。お、君わかってるね。テラのことはその後で、食べ物の恩はきっと返すよ。
急がないでください。ここからだ。いいでしょう。ほらほら行くぞ。私の獲物だよ。やったな、オシット。さてと、いっそ食べ止め。富国の誇りとともに。こちらの番だな。ごめん。やれやれ。どうですか。かかってきな。ここからだ。いいぞ、ヒカリン。カラペコだ。ガンサル。さてと。この。行くぞ。この目だ。私の獲物だ。よし、やってやる。やっ、ほらほら。ここからだ。おや、行きますか。ヘメロス。行くぞ。ごめん。私。かかってきな。傷を癒した。ラグダノさん、テメラス。ご清聴様、こちらの番だな。いいぞ、ヒカリン。どや、飯にしよう、飯。私の獲物だ。こちらの番だな。かかってきな。
聖火の光を輝きたまえ。さてと、ヤウ、こっちこっち、行くぜ。ここからだ。はっ、ごめん。いいぞ。いいでしょう。このほらほら、行くぞ。ほよよっしゃ、よっしゃ、いなり行きますか。させません。いいでしょう。させません。来た来た、いただき、私の獲物だ。ふっ、飯にしよう。飯、押し通る。いいでしょう。こちらの、はっ、とどめだ。いいぞ、光。いただき、いくぜ。見える。どうですか？任せろ。よっしゃ。来た来た。行くぞ。やっ、ごめん。こちらの番だ。およ、いただき、ガオー。
君が食べたがってたやつ。おお、バタービープ。こんな素敵な干し肉に。ありがとう。いただきます。凝縮された肉のうまみが口の中でじんわりと。夢のようだよ。君ってすごく腕がいいんだね。干し肉のうまさは獲物の潰し方で決まる。おいしく食うのが獲物への礼儀。これ狩人の心得ね。羨ましいよ。狩人ってご飯を自分で取れるんだもん。ごちそうさま。あ、で、なんだっけ？テラ君の居場所を教えてほしいんだ。喜んで教えるよ。食べ物の恩はでかいからね。僕も一緒に行っていいかな？いいよ。でもどうして？それはね、僕も君みたいな狩人になるって決めたからさ。え、狩人に？そう。そしたら美味しいご飯食べ放題じゃないか。でもむしろ君がいい餌になっちゃいそうだけど。さあ、そうと決まれば早速テラのところに向かおう。テラの眠る谷はあのはしごを降りた先にあるよ。
よっしゃ。いいぞ、よいしょ。マッカス出身って誰でてよ。この力は滅断。まだまだだ。聖火神の御技で救いたまえ。こちらの番だな。これでどうし、やってやるぜ。聖火の光を輝きたまえ。おととい来な。世辞はいい、剣が錆びる。相手になろう。私の手ふっこわー、やられた。まだ攻撃せ。よっしゃ。いいでしょう。
乗るなら今ですよ。ほらほら、かかってきな。いいでしょう、うん、はどうですか。来た来た、どりゃあちゃここからだよ。よっしゃカポッ、ブラボーカルテティオ。かかってきな。もういっちょ、いざ獲物のために。とどめだ。ほらほら、まだだよ。まずい。よっしゃ、やったね。すまない。富国の誇りとともに。行きますか。聖火の光輝きたまえ。ここからだ。使わせた。今だ。悪いな。聖火の光を輝きたまえ。いいもんは分け合わねえとな。味わい、剣が錆びる。私の…ここから…ふっ、とどめだ。かかってきな。聖火の光を輝きたまえ。こちらの番だ。騒ぐ。ほよっ、
殊勝様。私の獲物だ。行くぞ。やっ、こっからだ。いいでしょう。このかかってきな。こちらの番だな。任されたことを出ます。私の獲物だ。どりゃー、行くぜ。やってやった。行きますか。もうあがない。どうですか。いいでしょう。うん、ほらほら、ここからだ。割り、ほや、行くぞ。いや、この目、クコクの誇りとともに。子供の時から聞かされてきたけど、テラはこの底で眠ってるらしいよ。うわあ、なんだ？風が行ったり来たりしてる。これはきっとテラ君の寝息だ。寝てるとこ悪いけど、お邪魔するかな。待て、オシュト、断崖を降りるのは危険すぎる。じゃあどうすっか。虎穴に入るより虎をおびき出せ。おびき出してはどうだ。さすがアカラ、冴えてるね。大声出したら、うわあ！ありがとう。息が荒くなった。テラ君、そろそろ起きそうかも。よし、もう一押しだ、オシュト。オッケー。まだ矢が進んでる。かなり深いな。刺さった。また地揺れ？違う。これは何者だ。我の眠りを妨げるのは。おはよう、テラ君。起こしてごめんね。トト母に災いが来る。テラ君の力がいるんだ。我の眠りを、我の眠りを。
邪魔しおったの。テラ君が崖をよじ登ってる。行こう。ガラララララララ。ふっ、えい。いや、
気でいきますよ。傷を癒やしたのに、すまん。てめろ。こっからだ。私の獲物だ。どりゃー、いざ。よし、ブラボー、光。マジックスティールロッド、行くぞ。殿のために。大検証ブランドよ。よっしゃ、頼んだぜ。一番あれ、ジャケット。面倒はありませんでしたよ。さあ、行こう。かかってきな。チェリッ、あら、ここからだ。やらせ。いいでしょう。させません。ガオ、カハラペコだ。ガオ。行きますか。改めなさい。どうですか。行くぞ。使うぞ。ほよ。私が守ります。いざ。殿のために。大検証ブランドよ。さあ、行こう。へっ、行くぜ。へっ、いいでしょう。ほらほら、こちらの番だな。せっ、およ、よ、えい、
な。体が鈍ったな。いささか眠りすぎたか。ん？その耳と、よく見れば獣人ではないか。そうか、合点したぞ。ついに来るのだな、悲劇の夜が。どこ
から言ったじゃん。寝ぼけてるな。何せ数十年眠っていたからな。恐ろしく強い狩人がいてな、我に戦いを挑んだのだ。戦いは熾烈を極め、互いに深手を負った。その狩人は去り、我は地の底で眠りについた。狩人、それからずっと眠っていた。傷を癒すために。もう寝すぎだよ。地の底は暖かく静かで夢見が良いのでな。へえ、ちょっと寝てみたいかも。もう一度眠ったら飛月の夜が過ぎてしまうな。おお、探しておったぞ。さっきから町が揺れっぱなしなんじゃ。まさかお主の仕業じゃあるまいな。ああ、さっきちょっとテラ君と戦ってたからかな。のほ！まあ、テラ君は私が連れて帰るから、もう安心してよ。これでおじいさんのお腹も痛くなくなるんじゃないかな。そう、そうかい。オーシット君、もう行っちゃうんだね。君の干し肉、もう食べられないのか。また遊びに来るよ。本当かい？その時はご馳走するね。お、トム君が飼ったお肉を食べられる？カリウドは諦めた。身の程が分かったよ。その代わり、僕は牛を育てることにしたんだ。きっと美味しいお肉に育てるから、楽しみにしててね。おお、いいねいいね。きっと食べに来るよ。それじゃね。聞こえた？ああ、どこからだ？
あそこ。もしかしてグラチェス君かな。向こうから呼んでくれるとは律儀なやつだ。考えていた。伝説によればグラチェスは吹雪を止めたはず。だがあの山を見ろ、大嵐じゃないか。どういうこと？さてな、何かあったのかもしれん。とにかくあの雪山に登ってみよっか。見慣れぬ顔を
旅のものだな。ここは霊峰アルタヘ。この地の守護者グラチェスの住処だ。この雪は止むことはない。グラチェスが長い間山頂から降らせているのだ。あんなことがあってから。あんなこと？グラチェスを襲った狩人たちがいたのだ。それから我らは石章を設けグラチェスを守っている。寒いのに大変だね。お疲れ様。待て待て、ここは何人たりとも通さん。よく見ればその耳、獣か魔物か。信用ならんな。オシュト、何だって？獣は信用ならんってさ。侮辱しやがったのか。ムカつくぜ。引き下がるのか、オシュト。仕方ない。消しかけるしか道はないみたいだ。行っといで。さあ行こう。アカラ、もらった。ほよ。アカラ、ごめんね。こっちこっち。来た来た。アカラ。私の獲物だ、アカラ。みんな抜き。さあ、ヤッホー。急いで。ほよ。アカラ。さあ、行こう。アカラ。私の獲物だ、アカラ。ほよ。アカラ、今だ。さあ、よいしょ。ガオ。寒さが麓とまるで違う。体の芯を突き刺すようだ。冷えると五感が鈍る。狩りに支障が出るぞ。よし、じゃあ体を温めるか。まずい。オーシュット、加減を知らんのか。あったまった、あったまった。なんだ、獣か。あ、ごめんね、うるさかったかな。今の鳴き声、まさかお前か。
間じゃねえな。よく言われる。いや待て、お前なぜここに。オシット、こいつなぜここにいる。俺たち以外はここにはいないはずだろ。そういや、そうだね。チッ、おかげで道が塞がっちまった。仕方ねえ、別の道を探すか。おっちゃん、ここで何してんの？お前こそ何してんだか知らねえが、さっさと帰れ。舐めてっと死ぬぞ。ここの雪はただの雪じゃない。憎しみの雪だ。憎しみ？こちらの場。ごめん。審査終了。勝算はある。お前、私の番に手加減なしよ。普段を受けてみろ。
ルバル。それ。さあ行こう。いざ。私の獲物だ。行くぞ。いや、ごめん。どうしようかしら。もう大丈夫。大一番。さあ、行こう。来た来た。状況は好転し、ここからだ。思考開始。さて、傷を癒したまえ。すまない。さあ、礼を言う。プランを考えね。分断終了。勝算はある。しっかりとキャッチ。この手で。傷を癒したまえ。ありがとう。傷を癒したまつ。深く。おお。見せろ。ごめん。不勉強。どこにいたのか。すまねえな、遅くなっちまって。神さんとは会えたか。あっちでは大事にしてやれよ。ち、来ちまったのかよ。ねえおっちゃん、その人。おいっ子だ。こいつも狩人だった。俺の仲間たちはみんな殺されちまった。グラチェスにな。え？グラチェスは昔伝説の大吹雪を止め、あらゆる外敵からこの地を守ってきた。グラチェスほど強い奴はいない。教会や人々はグラチェスを守護者として崇めた。だが一握りのカリドは崇めるだけにとどまらなかった。グラチェスが偉大なればこそ、それを狩ることは偉業であると。どいつもこいつも返り討ちにあったがな。
唯一生き残った俺は密かに山へ入るようになった。帰らねえグズどもを探すためにな。お前が雪崩を起こしたおかげで最後のグズを見つけられた。ありがとう。さて、最後の仕事が残ってる。おっちゃんもグラチェス君を捕まえたいの？帰るんだよ。死んだ仲間のためにな。獣と人間は憎しみ合い、殺し合うもんだ。お前も狩人なら獣を殺してきただ。生きるためにね。憎しみなんてないよ。狩られる側にとっちゃ理由なんざ関係ねえ。矢が刺さりゃ生まれるもんだ、憎しみってやつは。憎しみ、私にはよくわかんないよ。でもこれはわかる。おっちゃんの狩りはなんか悲しい。らしくないぞ、オシト。お前の垂れた耳など俺は見たくない。さあ前を向こう。グラチェスが待っている。ありがとう、アカラ。行こう。
行こう。どうして？はっ、それ。なぜ任された？私の獲物だ。ブランウォーカー。さて、えい。分散終了。ここからだ。とどめだ。どうしよう。私の番ね。よし。思考開始。オズワルド、任された。行くぞ。ごめん。あちゃ。よいしょ。どうしよう。傷を癒したまつ。さて、受けてみろ。勝算はある。やめた。変がちょカラペコだ。ガルロロロロロロ、ガルガルガル。しっかりしないと。もう大丈夫。ヤッピー。深く。ああ。まだまだだ。ここからだ。使わせて。行くわよ。えい、それ。私の獲物だ。さて。いざ。これでどうだ。私の番ね。私の獲物だ。どりゃー。ブランを買う。
行くわよ。傷を癒したまつ。礼を言う。さて、よーし。いざ。戻れだ。オスト、アカロ、どこを見ている。主を守るのは当然だ。オスト、見るならあっちにしろ。グラチェス君もまるで体を張って何かを守ろうとしてるみたい。あれって卵？でも割れてる。グラチェスの卵だ。10年前俺たち人間が潰した。グラチェスは狩れなかった。狩られたのは自分らだった。だからせめて卵だけでも潰したのさ。カリウドの名誉にかけてな。許せん。悔いもしないのに命を奪うなんて。名誉ってのはそんなにうまいのか。去れ去れ、忌まわしき人間たちよ。グラチェス君、ねえ聞いて、君を迎えに来たんだよ。去れ去れ。その醜き心、見てつかせてやろう。やつにあるのは憎しみだけだ。聞く耳を持たない。戦うぞ、オスト。ごめんね、おとなしくさせてもらうよ。開始。あっ、見せろ。来た来た。行っといで。さて、こちらの番。ふっ、戻れだ。あれ、
わよ。もう大丈夫。もう一丁。押した。使う。さて。傷を癒したまえ。よし。ほよ。ここからだ。行くわよ。傷を癒したまえ。ありがとう。こちらの番だな。私の獲物だ。行っといで。思考開始。行くぞ。殿のために。いや、プランを考えれば受けてみろ。以上だ。傷を癒したまえ。私の番ね。傷を癒したまえ。さて、こちらの番だな。大検証ブランドよ。思考開始。ほよ。よいしょ。行くわよ。もう大丈夫。いざ。開始の太刀。どうしようかしら。やあ、私の獲物。ここからだ。これでもいざ。使わない。来た来た。行っといで。さて、薬があるわ。行くぞ。俺が相手だ。私の獲物だ。行っといで。私の番ね。守って。プランを考えれば。あ、禁断終了。炎はもう100点だ。こちらの番だな。
よ。この手で斧一閃。炎よ、燃え。さあ、行こう。私の番ね。覚悟して。ここからだ。行くぞ。おめえ、プランを考えれば。はっ。だいぶおとなしくなったけど、こっちの声が届いてないわ。できたらグラチェス君、はい、来た来た。いただき。はあ、腹減った。ごめんね。君の大切なものをもてあそんだね。私たちの勝手で。私は守れなかった。どうすればいい？どう生きてゆけば？君がなくしたものはもう戻らない。でも君の大切なものは他にもあるはずだよ。そうか、そなたは獣人か。オーシュット、トド母から来たの。悲劇の夜が迫ってるから。悲劇の夜。ああ、久しく忘れていた。私に守れるだろうか？もちろんだよ、グラチェス君。私たちには君の力が必要なんだ。吹雪が止んだ。この悲しみを忘れることはないだろう。だが、そなたが思い出させてくれた。私には守るものがもう一つあったと。この力、そなたとトト母のため尽くそう。ありがとう、オーシュット。こっちこそよろしくね、グラチェス君。おっちゃん、死んだの？私たち帰るよ。
グラチェスをまさか捕まえちまうとはな。お前さんのおかげで仇も撃てなくなっちまった。となりゃここが俺の死に場所だ。あのさ、おっちゃん、命は大事にしときなよ。自分の命も他人の命も。名誉なんて食えもしないんだからさ。ほら、こんなとこにいたら凍えちゃう。いつまでもグズグズ言ってないで、さっさと山を降りるよ。ちょ、お前、話せ。おい、後悔してるぜ。てめえらの勝手でグラチェスを狙ったこと。すべてはあの狩人が来てからだ。黒の狩人。やつは俺らを集め、従え、グラチェスを狩ろうとした。狩りの顛末は知っての通りだ。グラチェスは狩れず、腹いせに卵を潰すことになった。そいつが卵を。やつの責任だなんて言うつもりはねえ。俺らの意志が強けりゃ突っぱねることだってできたんだ。分かっちゃいたんだ。憎む相手は獣じゃない。悪いのは全て俺たちだってな。おっちゃん、いろいろ背負いすぎ。干し肉食いなよ。いいからいいから。うめえ。アルタヘを見てみろ。アルタヘの吹雪が止んでいるぞ。冗談はよせ。グラチェスがいる限りやむまい。怒れるグラチェスが我らを許すことなど。冗談ではない。グラチェスは許したのだ。こうしてはいられぬ。皆にこの吉報を伝えねば。うぅ、外はやっぱ冷えるな。そうだな、寒いより暖かい方がいい。もう雪山はごめんだ。そう？結構楽しそうだったけど。バカを言え。雪などで浮かれるものか。はいはい、あからは素直じゃないな。あ、俺は素直だ。
知ってるよ、アカラが素直だってこと。さあ、行こっか。ああ、テラ君とグラチェス君。アクタはちょい小さいけど、思ったより時間かかっちゃったけど、まだ大丈夫だよね。ん？なんかうまそうな匂いがする。オーシュット、寄り道していていいのか？旅の目的は島に伝説の魔物を連れ帰ることだぞ。もう分かってるよ。島のみんなへのお土産は帰りがけに狩ればいいか。よし、それじゃあトトハハに帰ろう。